今日はね、土曜日ですよ。今日は土曜日。今日の土日でゆっくりと体を休めましょう。もうすぐね、千葉交流会が近づいてくるんですけども、来る予定の方いますかね？千葉交流会来る人数は多分6人じゃないかなっていうんでね。なんで終わったらね、みんなで飯食いに行こうぜっていうね、バッタリですね。あと、スカキャンの東京オフ会も、まあ、参加させていただくのでね、俺の視聴者さん、トミックファミリー、略してトミリーの方はね、ぜひね、来てください。今日はね、日本の文化といいますか、メイド喫茶の話なんですけども、行ったことありますか？俺はね、一度だけ行ったことあるんですよ、メイド喫茶。はじめくんと行きました。知ってる方は知ってるし、動画出てるんでね、ぜひ見てください。でもそのメイド喫茶なんですけども、ま、儲かっていいなとか、アイデアがいいなとか思うじゃないですか。でもそのメイド喫茶はですね、半年も経たずに潰れてる店舗がめっちゃあるんですよ。メイド喫茶って、普通の喫茶店と違うところ、店舗の装飾、やっぱり普通とは違ういろんなものをつけなきゃいけないから、そこにお金がかかる。普通の喫茶店っていうのは大体1人から2人。多くても3人、2人かなで回すんですよ。人件費的に。それで大体普通の喫茶店は成り立つんですけども、メイド喫茶ってのはそのメイドが主役なんで、もうできるだけ多く、5、6人とか、7、8人とかで回さなきゃいけないんですね。なんでそこに膨大な人件費がかかるんですよ。案外ね、こうメイド喫茶って料金高いんじゃねえかなって思ったり、いろいろするかもしれないですけども、赤字になってるんですよね。そのメイドさんを多く取らなきゃいけないっていう。まあ今日本とかですごい本当にもうメイド喫茶ってもう、今じゃもう常識の範囲になってるんですけども、そのメイド喫茶ってこう萌えとかメイドさんとか言われている裏側で苦労しているんですね。何にするにしても経営側は大変なんですね。まあ皆さんもまあ興味があったらぜひね、メイド喫茶、まあ行ってみてはどうでしょうか。まあちょっと恥ずかしいけどね。それではまた次もよろしくちゃん。